ブン、ハロー YouTube。 どうも、テカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ、チョコボールで金のエンゼルを当てよう。そして山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。山氏、チョコボールって懐かしいよね。懐かしいね。懐かしいでしょ。懐かしい。デカキンね、今回バレンタインデー企画って考えた時に、はい、何のチョコ食べたいかなと思ったのよ。その時に思いついたのがチョコボール。チョコボール食べたいなと思ったの、久々に。なんで今チョコボールかっていうと、たまたまこれ見つけたんだけど、なんとこちら今の期間だけ金のエンゼルが2倍なんだって。金のエンゼルってほぼ出ないじゃん。そうだね、うん、もう本当に出ないらしくて、こうデカキン調べだと 1% もない、 0. 何%の確率なんだって。金のエンゼル出るのって。そんな低いの？めちゃめちゃ低いん。金のエンゼル1個もしくは銀のエンゼル5個でキョロちゃん感とかが当たるんよね。うん、そうそうそう。これ今回は金のエンゼルが2倍の期間だけは、なんと銀のエンゼルは入ってませんって書いてるわ。強気だね。ほら、ここに書いてある。ほら、デカキンの予想だけど、多分これ2倍になったとて 1% いってないのよ。そういうことか。もしくは2倍でやっと 1% ぐらいの、本当に当たらないと思うの。そんな低いのか。そう、すごい低い。だからマジで当たるとは限らないんよ。なんならほぼ外れる。まあでもそうか、もう 1% もないからね、うん、2倍とかゆえ。多分ですよ、デカキン調べですけど。ということで、デカキン、このチョコボールをですね、大量に買ってきました。そのチョコボールがこちら。ブッシュパンパンシコーン、チョコボール約300個。はい、ということで、チョコボール300個買ってきました。すごいな。数えたら316個あります。こんなに買えることないからね。ないね、見ないね。もう夢だよね、子供たちのね。うん。そして、見たらは皆さんわかると思うんですけど、ちょっと今ね、チョコボールからデカキンが生えてるみたいな、人間が生えてきてるみたいな感じになってるよね。なってるね。この味だってね、さっき普通に出してたけど、デカキン知らないもん。これ新味かな？チョコボール金のきなこ味。これ食べたことないんだよな。なのでですね、これを食べてね、楽しみつつ、ガチでこっから金のエンゼルが出ることを願って当てたいと思います。実は本来は200個だけ買ってたんですよ。こっちが実はアマゾンで買ったやつです。他の YouTuber さんがね、チョコボールの企画をやってる人もたくさんいたの。で、その時に300個やろうが、何百個やろうがマジで当たってなくて、で、急遽お菓子屋さんに行って116個買ってきました。もしかしたらアマゾンよりは、こういうお菓子屋さん、駄菓子屋さんの方が子供に夢を与えたいからっていう思いもあって、当たりが入ってる可能性があるんじゃないかなっていう思いがありますね。はい。そして、今回、なんでね、デカキンはね、これバレンタイン企画でチョコボールをやろうかなと思ったかと言いますと、やっぱね、奇跡を起こしたよね。バレンタインではやっぱね、みんながね、思いを伝える日でもあるわけですから、そこでね、デカキンがね、まずここで奇跡を起こせたら、アブラボロのみんなの奇跡にもつながるんじゃないかということで、絶対ここで出します、デカキンが。よし、じゃあまずは、はい、アマゾンで買った200個から見ていきたいと思います。何からいこうね。ノーマル、うん、かな。ノーマルだろうね、うん、じゃあまず記念すべき1個目。はい。で、一応これパッケージ全部開けてあるんですけど、この賞味期限の下に書いてある製造番号っていうのかな、かな。この番号が当たりだけは製造番号が違うみたいな都市伝説があるんだよ。へえ、知らなかった、そういうの。一応念のためこれ取ってあるんですけど、だから当たりが出た時は、うん、この品番番号なのかとかさ、はいはい、その都市伝説が本当かも確かめられるように、当たりができた時だけちょっと番号チェックしようかなと思います。ここを押し上げて、ここの紙に金のエンゼルが書いてあればもう当たりです。はい。じゃあいきます。第1目、せーの。はい。どう？何も書いてない。何も書いてない。うん。うわー、あとこれ難しいな。俺は見えないっていうそうだね。どうなのっていう毎回聞くことになる。書いてないか。うわー、書いてないね。まあ一応じゃあこちらちょっと食べましょう、せっかくなんで。じゃあまずノーマルの味いただきます。懐かしいね、チョコボールね。ほんとだよ。うん。こんなうまかったっけ。うまっ、びっくりしてる。ちょっと食べてみな。え、うん、あ、うまい。これうまいよね。うん。あー、なるほど。ピーナッツの周りにチョコをコーティングしてるだけじゃなくて、うん、クリスプ層っていうのがあるんだって。だからザクザク感というか。ああ、そこがまた美味しくさせてるんだ。しかもカルシウム入ってるからさ、イライラしない。案外20個ぐらいだったら俺食べれそうかも。何箱いける？ 5。はい、ということでまずこちらはダメでした。じゃあ、あとはカメラでこっちからガンガン連続で見ていきたいと思います。うん、夢みたいだね。ね。じゃあいきます。はい。せーの、はい。書いてない。せーの、はい。書いてない。せーの、はい。書いてない。せーの、はい。
せーの。はい。せーの。はい。うわー、どんと出ないんだ。せーの。はい。出ないぞ。せーの。はい。せーの。はい。せーの。はい。わー、出ない。一列出ないよ。行く、こっちも。うん。せーの。はい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 。出ない。マジで出ないぞ、これ。今20個だね。うん。行こう。はい。せーの。はい。お願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 い。うわぁ出ない。はい。ということで、ピーナッツ味は1個も出ませんでした。出ないんだ。うわぁ。くわーって言ったわ、今。クエクエってさ、うん、鳥の鳴き声プラス、クエよって意味。クエクエクエ、チョコボール、チョコボールをクエってことじゃないの。ああ。そうだ。いい歌だ。かかってるわ。ラッパーだったんだ、キョロちゃんって。クエクエクエ、チョコボールだから。すげえ。じゃあこれは、またね、撮影の合間にも食べれますんで、大事に取っときたいと思います。じゃあ続いて、キャラメルいこうかな。実はね、このキャラメルは、デカキンが一番大好きな味。あ、そうなんだ。チョコボールのキャラメルがね、すげえ好きで、一時期超食べてたの。はい、じゃあ行くよ。チョコボールのキャラメル味。はい。の、第1個目です。せーの、はい。どうだ。ダメー。あー、びっくりした。なんだったら今間が出てるような間だったじゃん。金だからさ、ちょっと見えにくいのかなと思って。あ、そっか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 。で、しかもあ、これ書いてあるね、歌うキョロちゃん感が当たるんだって。あ、今そういうのなんだね。これはいいね、歌ってほしいね、うん、マジでね、見てみたいね、やっぱね。ね、じゃあ早速キャラメル味食べてみたいと思います。これはね、マジで美味しかったイメージしかない。はい、こちらです。いただきます。見た目はね、変わんないけどね。そんなちょっと小さく感じるな、でもさっきのに比べて。そうだね、マジでうまい。あ、でもピーナッツも美味しかったけど、うん、これ口に入れた瞬間、うん、クエクエっていう感じになる。うわー、そう、この歯ごたえの弾力のあって硬い感じ。あー、懐かしい。うまいでしょ。うん。本来のキャラメルはデカキン君は嫌いなんですよ。だけどこのチョコボールのキャラメルだけはもう大好きで。何が違う？チョコがコーティングされてることによって、うん、味が普通のキャラメルと違うね。ああ、そういうことか。コーヒー味にもちょっと感じるというか、若干。わかる。美味しいよね、これね。でも今日発見になったのはピーナッツもあんな美味しいんだ。ピーナッツ一番好きかな。あ、ピーナッツ一番好き？うん。まあでもまだね、食べたことない味に2つあるから。うん。はい、ラスト2個です。うまい。デカキンが好きな味だし、思い出の味でもあるんで、これは当たると思います。じゃあ早速こちらも連続で開けていきたいと思います、はい、それではいきます、はい、残りの39個、はい、残り39個開けていきます。いきます。はい、ちょっと待って、これ当たった時どうしよう。当たった時飛び上がりそう。いきます。せーの。はい。はい、ということで、今これ全部開封したところ、入ってませんでした。そしてね、あの、めくるシーンをこうやってカメラ持ってやってたんですけど、撮れてませんでした。うわー、やっちゃいけないミスもした。逆に良かったじゃん。逆に。まあまあ、そう。入ってなかったんで。金のエンゼル入ってたら、そのシーン撮れてなかったってことになるもんね。うん。あ、じゃあ逆にラッキーか。じゃあこちらも、今後、デカキンの大好きなおやつとして活躍してくれると思います。続いては、こちらです。チョコボール、いちご味です。いちご味食べたことないなぁ。これどっちだろう？あるような気もする。あ、本当に？うん。本当のいちごは大好きでよく食べるんですけど、いちご狩りも行くんですけど、うん、ストロベリー味って案外手出さないのよ。ということで、まず、こちら、いちご味の一つ目、はい、開封いきたいと思います。いくよ？いいよ。これはもう、やましのリアクション大事だからね。うん。いきます。はい。せーの、はい！出てない。出てない。あー、ね、出てないね。いちごのキョロちゃんも可愛いね。そうだね。なんか女の子みたいな感じで。ね、下違うんだね。さっきまでのどうだったっけ？これがノーマルのキョロちゃんね。うん。キャラメルになると黒くなってマフラーみたいに巻いてんだ。そうだね。ね。うん。かっこいいね。なんかね、男らしくなるというか。で、このいちごになると、いちごの服着てるね。あ、そういうことか。この花飾りみたいなのもこれってもしかしたらいちごの花かもね。かもしれないね。ね。うん。あ、そういうのあるんだ、しっかり。じゃあこちら、いちご食べていきたいと思います。あ、もうやっぱね、色はもう格段に違うね。うん、もうデカキンの肌色に近いな。乗ってないのか？ね、乗ってないのも見えるよね。うん、こちら、いただきます。すんごいね、いちごの香り。なんか懐かしいと思ったら、真ん中にチョコあるでしょ、うん、で、周りにいちごチョコあるでしょ、うん、真ん中のチョコのとこに、うん、パフが入ってます。あー、
それで食感が出てますね、パフが、はい、こんな感じ、パフが入ってますね。うん、じゃあ MC もどうぞ。あー食感好き、パフみんな好きよ。一番食べ終わるの早いのこれかもね。あそうだね、案外なんか進んでる感じはする、うん、美味しい、うん、それでは早速残りのイチゴを全て開封していきたいと思います。じゃあいきます、はい、せーの、はい、せーの、お願いお願い、 1% をこの手に、 1% 1%、うわー出ない、出ないね、お願い、いちごで出てほしい、出て、ラスト、せーの、出ない、はい、ということでこちらも出ませんでした。難しいね、出ないね、マジで出ないね。 Amazon で買ったやつの残り80個。おお結構あるね。もうだってこれが大本命だからね。今回のこの金のエンゼル2倍のキャンペーンは何ならこの金のきなこ味だよ。まあいいね、金のきなこ、もうこれから出るって言ってるもんじゃん、うん、もう絵がさ王様じゃん、うん、金のエンゼル当たりますよって言ってるような。第1個目いきますよ、はい、早速開けます、はいお願いします。もうこれで来るかもしんない、これいきます、いや今は来るだ、俺も一緒に見たいからいやでも来てほしい、いきます、せーの、はい、ダメー、なんで喜んでんだよ。じゃあこちら食べてみたいと思います。金のきなこ味、あ黄色いんだ、まあそっかきなこ色だね、うん黄色い、いただきます。マジビスケット、すごいねサクサクが聞こえて一番、うん、すげえきなこ、後味すげえきなこ、しかもビスケットって噛み終わったらさ、うん、粉っぽくも感じるじゃん、うん、本当にきなこだけ口に入れてるような感覚になる、うん後味すごいよ、後半すごいね、うんきなこのこんなボワサって口に入れた感じ、中身変えてんだね、真ん中ビスケットの周りをきなこ味チョコレート、だからこれピーナッツよりもこっちの方が合うんじゃないかっていうのでいろいろ改良してるってことだよね、うん、すごいな、未だに改良してんの、あそういうことだね、うん、全然改善してるじゃん、ガンガン未だに攻めまくってるわ、こんなにさもう大人気のお菓子になってるのに未だに味を改良して出してるわけだから、これはちょっと学ぼう、うんおばあちゃん好きかもね、え、俺おばあちゃんなんかな、好きだってお茶に合うもん、あーそうだね、めっちゃ合うよお茶に、うん、それでは早速残りの79個ガンガン開封していきたいと思います。じゃあいきます、はい、せーの、はい、これさ俺怖いわ正直、マジで当たると思ってるから、うん、なんか一個ずつが本当に当たる気がして、せーの、はい、奇跡を起きてくれ頼む、はい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 、うわー来そうなんだけどな、はいせーの、はいはいはい、お願い来て、お願いお願い、ラスト1個せーの、お願い、うわーすごい確率だな、マジで。出ないんだ。正直このきなこ味は出ると思ってた、マジで。いや、思ってた。だからちょっと多めに買ったっていうのもあったんですよね。っていうことは、なるほどね。大本命いこうか。やっぱり、このチョコボールはね、キョロちゃん感を子供たちに当たってほしいと思ってるはずなんですよ。うん。やっぱ子供たちの笑顔を見たくてこのキョロちゃん感とかそういうのやってるわけだから、やっぱ駄菓子屋お菓子屋さんのやつには当たりがあると思うんで。じゃあ、お菓子屋さんのやつ大本命、そちらを開封したいと思います。それでは、はい、駄菓子屋さんで買った116個、こちらを開封していきたいと思います。じゃあまあ、バラは最後かな。うん。ね。そうだね。バラ最後にして、まずはこっちの、まあ、ストロベリーからいこう、うん。ストロベリーから、はい、開封していこうと思います。これは当たるよ。当たってほしい。これはもう大丈夫。もう安心できると思う。あと、製造番号で言うと、さっきの Amazon のやつは、うん、きなこ味は全部同じ製造番号。ストロベリー味は全部同じ製造番号。全部同じ製造番号だったの。味で、全部やっぱ製造の場所が違うみたいな。感じだったんだけど、うん、ただ駄菓子屋さんやっぱ違いますね、この20個とこの20個とこの20個全部製造番号違う、そうなんだ、同じピーナッツなのに、しかもこっちこっちは一緒、ストロベリーは両方とも一緒製造番号、ただこっちに違うのも入ってます、バラの中には、いいね、うわーちょっとやばいね、 CA4 なんだよねこっちは、 CA4CBO が2つだけ入ってます、うわー気になるね、これ当たりの可能性でかいんじゃないかなっていう都市伝説だったらね、でこっちもキャラメルは FA4FA4 これ全部 FA4 ですね、じゃあまずは
こっちのストロベリーのこっちから開封していきたいと思います。本命いきます。せーの、はいはいはい。お願い、奇跡起きて。いけるいける。 1% をものにする奇跡、お願い、出て、お願いします、お願いお願い。最後、せーの、出ない。もうこの流れでいこうか、こっちも、うん、いきます。せーの、はい、はい、お願いします、お願いお願いお願い。バレンタインで大丈夫、奇跡起きるから。すげえ、当てた。これだって何百個買っても当たらないし、山ほどいたから。すごいね。1000個でも当たってないし、山ほどいたんだよ。ああ、そうか。すっげえ当てたよ。当てた。うわー、金のエンゼル来たわ。あー、一応もう一回こっちでもね。すげえ、見れるもんじゃないよ、なかなか。すごいね。製造番号は AA5 でしたね。だからこの5つ一緒、 AA5、 これ全部 AA5 で、こっちから BA5 になってく。だから同じ製造番号でも当たってないやつあるわけだから、製造ってあんま関係ないのかもね。本当に同じ製造所でも1個だけ入れようみたいな感じでやってんのかもね。すげえ。ちょっとこれさ、なんかいろんなのがあったんだよ。なんか太字が太いとか、無理それ、こじつけみたいなのがね、山ほどあったんだよ。だけど、うん、なんかそう感じるな。金のエンゼルの方がさ、原材料に含まれる成分の青四角が大きい気しない？いや一緒だよ。一緒か。一緒だよ。やっぱさ、金のエンゼルの、うん、こチョコボール味違うかもしれないからね。そんなことあるか。ちょっとやっぱ食べてみよう。味違う可能性あるから、これ、うん、ちょっと大きく感じるな、入ってるのに。一緒だよ。いただきます。あー、召されちゃうわ、これ食べちゃう。召されちゃう、うますぎて召されちゃうわ。マジもう一緒と思うけどね。まあまあ食べてみて分かる、うん、うまいね。ま気持ちの問題だね、うん、味は一緒なんだろうけど、やっぱ格別に美味しく感じますね、うん、出た。じゃあ残りのやつも開封していきたいと思います。デカキン TV。それではここにちょっと金のエンゼルを置きまして、残りを見ていきたいと思います。はい、いきます。せーの、はいはい。もう心が軽いね、一回当たってるからね。そうだね。はいはい。これで本当一個だけだったらすごい確率だもんね。お願い、もう一個、山氏の分も。もう一個ください。ラスト、せーの、はい。おい、来なかったか。来なかったね。やっぱすごいことなんだよ、これが当たるってことが。あ、もうバラいっちゃう、流れがいいからね、うん、じゃあいきます。はい、せーの、はい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 、入ってない。で最後、まあ、製造番号だったらこれが当たるんじゃないのっていうラスト2個です。いきます。せーの、はい、当たってない。ラスト、せーの、はい、当たんなかった。はい、全部当たらなかったんですけど、ただ一個だけ当たりました。ポニュ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 、デカキン TV。 はい、ということで316個買った結果は、1個金のエンゼルが当たりました。やった。これはすごいですからね。 0. 何パーをものにしたってことだからね。まあそういうことか。 100% あるうちの 0. 何パーだよ。いやすごいね、奇跡起きたよ。すごい奇跡起きましたね。もちろんね、とんでもない奇跡だったと思うんですけど、うん、
もうもしね、僕も金のエンゼル当てたいな、私も金のエンゼル当てたいなって方いましたら、駄菓子屋に急いでください。チョコボールはさ、子供たちの笑顔を見たいっていうので、やっぱ駄菓子屋さんに潜めてるんじゃないかなっていう説が出かけの中でありますね。子供たちの笑顔を見れるように、やっぱ駄菓子屋は多く入ってんじゃないかなって勝手に思います。あとね、もう一人当てた人はね、コンビニで当たったっていう YouTuber さんもいたりとかして、コンビニでたまたま18個残ってて、それを買ったら当たったみたいな。すごいね、それね。そう、向いたりとかして、ネットで買ったやつで当たった人、聞いたことないね。そうなんだ。駄菓子屋さんとかコンビニとかで、チョコボールを見かけましたら、ぜひ皆さん、買ってみてはいかがでしょうか。こちら、すぐ応募するんで、Twitter かインスタの方で上げる可能性があるんで、ぜひそちらもフォローしてみてください。どんなの届くだろうね。うん、楽しみだね。楽しみだね。ということで、最高の一日になりました。みんな、バレンタインは奇跡起きるよ。みんなも続けてバンバン奇跡を起こしていってください。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。